メキシコシティ歴史地区はメキシコシティの中心地区である。単にセントロとも呼ばれる。ソカロ広場を中心とする地区で、西端はアラメダセントラルに至る。ソカロはラテンアメリカ最大の広場であり、最大10万人近くを収容することができる。メキシコシティ歴史地区はクアウテモ区区の中にあり、面積は9平方キロメートル強である。急線の建築物があるが、 うち1550が歴史的重要性のある建物に指定されている。これらの建物の大部分は16世紀から20世紀にかけて建設された。メキシコシティ歴史地区はアステカ帝国の首都であるテノチティトランを16世紀に征服、破壊したスペイン人がその廃墟に今のメキシコシティを建設し始めた場所である。アステカ及びヌエバエスパーニャ植民地の権力の 中心として、歴史地区には、メキシコシティの歴史的建物の大部分が含まれ、また多数の博物館がある。このために、ユネスコの世界遺産に指定された。メキシコシティ歴史地区は1325年に、設立されたテノチティトランに大体相当する。スペイン植民地界以前のテノチティトランは、計画都市として発展し、東西南北の方向に沿って、道路や運河が建設され、 整然とした四角なブロックが形作られていた。テノチティトランのある島は、デッペヤックとイスタパラパを結ぶ南北の大通りと、トラコパンと湖の堤防を結ぶ東西の大通りによって四つのカルプリと呼ばれる地区に分割された。各カルプリの名前は、クエポパン、アザクワルコ、モヨトラ、ソキパンであった。各カルプリは、テクパンという議会を持ち、 さらに細かく区分されていた。南北と東西の大通りの交点はアステカ世界の中心で、ここにテンプロマヨール、トラトアニたちの宮殿、貴族たちの宮殿があった。また2種類の学校があり、テルプチカリでは世俗の学問が学ばれ、カルメ核では進化になるための訓練が施された。スペイン人が到来した時には、 モクテスマ一世とアウィソト,トルによって付設された水道や都市の東部に建設された巨大な堤防があった。スペイン人による征服の後、メキシコシティの建設を監督した主要な人物であるアロンソ・ガルシア・ブラボの努力のおかげで都市の設計は基本的に変化を被らなかった。古い大通りは保存され、テナ・ユカ通りはバイアホ通り、トラコパン通りはメヒコタクバ通り、 デッペアック通りはミステリオス通りと解消された。また四つの地区名にはキリスト教の聖人の名が前に加えられ、サンフーアンモヨトラ、サンタマリアトラケチワカン、サンセバスティアンアザクアルコ、サンペドロテオパンと呼ばれるようになった。歴史的地区の大部分は破壊された。テノチティトランの瓦礫を使って建設された。17から18世紀に、 スペイン人は主に工業と商業によって大きな富を蓄積した。この富によって、イトゥルビで宮殿やタイルの家のような邸宅が、歴史地区のあちこちに建設された。タイルの家は16世紀にアラブ様式で建てられたが、1747年に、オリサバボンチ伯爵の注文によって、プエブラのタラベラタイルが加えられた。20世紀前半、 公共教育省のホセバスコンセロスによって、ソカロの北及び西の街路の名前の多くが、ラテンアメリカの国の名前に改称された。ソカロは、中央広場であり、文化的、政治的イベントの場として使われてきた。ソカロの東にある、国立宮殿は、メキシコの大統領官邸、連邦財務省、国立公文書館として使われ、壁画によっても知られる。 国立宮殿は1521年以降、モクテスマ2世の宮殿の後に、アステカ時代の建物に使われていたテソントレの石を使って建てられた。本来は、エルナンコルテスの家族の所有物だったが、スペイン王が購入し、メキシコ独立まで、ヌエバエスパーニャン副王の皇帝として使われた。ソカロに面する中央のバルコニーの上には、ドロレスの鐘が置かれ、 毎年9月15日に独立を祝うために大統領によって鳴らされる。メトロポリタン大聖堂は聖母の飛翔天に捧げられた聖堂でソカロの北にある。アステカ時代には聖域の一部をなし主要な存伴鳥があった。最初の教会は1524年か1526年から1532年にかけて建設され、 教皇クレメンス7世によって1530年9月2日に大聖堂の地位が与えられた。建物は地盤沈下の被害を受け、1989年から2000年にかけて調整のための作業が進められた。作業中に置かれて内部を見にくくしていた一時的な支柱は2000年11月28日にすべて取り除かれた。テンプロマヨール遺跡及び付属する。 博物館は古代の神殿であり、ソカロの北東に位置する。1520年代にエルナンコルテスによって破壊され、その後は忘れられていた。20世紀初めに遺跡の位置が判明したが、電気工事中にアステカの女神、コヨルシャウキを描いた重さ8トンの石の円盤が発見されたのを契機に1978年に発掘の決定がなされ、 複数の層からなるピラミッドが発掘された。ここは伝説によればメシカがのっ張るの上に蛇を加えた和紙が止まっているのを見た場所であり、この様子は今もメキシコの象徴として使われている。国営質地点の建物は1775年に建設され世界最大の中古屋である。サントドミンゴ教会サントドミンゴ教会及び付属する。 広場はメトロポリタン大聖堂の3ブロック北にあり、ヌエバ・エスパーニャ最古の修道院の残りである。これ表でサ位ン・イルデフォンソはメキシコ壁が運動が始められた場所とされる。元イエズス会の有名な学校で、レフォルマ戦争後は国立大学予科として再び威信を持ったが、1978年に閉校した。建物は1994年に博物館及び、 カルチャーセンターとして開館した。国家最高司法裁判所ソカロのすぐ南には国家最高司法裁判所がある。この建物は1935から1941年にアントニオ・グニオス・ガルシアによって建設された。スペイン以前にはダンサデロス・ボラドーレスとして知られる祭祀がここで行われていた。植民地時代にこの土地の所有者については争いがあったが、 最終的に、エルボラドールと呼ばれる巨大な市場になった。建物内部には1941年に、ホセ・クレメンテオ・ロスコが描いた4枚の大きな絵がある。図書館の入り口にもアメリカ合衆国の画家、ジョージ・ビドルによる壁画がある。イットルビデ宮殿はもともと18世紀にサンマテオ、バルパライソ伯爵が、娘の結婚式の贈り物として建てたものだが、 独立後にアグスティン・デイ・トルビデがここに住み、ここでメキシコ初代皇帝に即位したため、今の名がついた。今はバナメックス文化開発の建物となり、バナメックス文化宮殿と解消されている。ラテンアメリカタワーは1956年に完成した高さ182メートルの超高層ビルで、ペメックスタワーが建設されるまでメキシコで最も高いビルだった。 このビルは1957年と1985年の2つの大地震に耐えた。国立美術館は新古典主義建築の建物で植民地以前から20世紀初めに至るメキシコ美術の歴史を代表する作品を収蔵している。建物の前にはマヌエルトルサ作のカルロス4世騎馬像が置かれている。カルロス4世は メキシコ独立の直前のスペイン王で、像ははじめソカロに置かれていたが、その後あちこちに移転した後、1979年に現在の場所に置かれた。台座の説明文によると、この像は王への敬意を表すためではなく、美術的価値のために保存されている。中央郵便局は20世紀初めに、イタリアルネサンス宮殿の様式で建てられ、ベジャスアルテス宮殿の向かいに位置する。 郵便局とベジャス・アルテス宮殿は共にイタリア人のアダ・モボアリによって設計された。アラメダ・セントラル公園はベジャス・アルテス宮殿に隣接している。緑地公園で舗装された遊歩道と装飾的な噴水や彫像があり、しばしばイベントが開催される。アステカ時代には市場があり、スペイン人による征服の後はカトリック教会がここで、 異端者や魔女を火炙りににするたために使った公園は1592年に作られた。公園内にポプラの木が植えられたためにこの名がついた。19世紀後半にはステージとガス灯が設置された。公園の南部にはベニート・フアレス大統領の半円建造物がある。中華街はベジャス・アルテス宮殿のすぐ南にあるが、ごく小さい。 19世紀末から20世紀初めの中華系、メキシコ移民の大部分はメキシコ人と通婚するか、1930年代に国外追放されてしまったためである。それでも、メキシコシティの中国人の末裔である約3000世帯にとって中核となる地域と考えられている。サンテマ教会、ホセルイスクエバス美術館の中庭財務省博物館は、 アステカのテスカトリポカ神殿を取り壊した後地に大司教宮殿として1530年に建てられたが1867年に財務省の会計部門の建物になった。現在はテスカトリポカ神及び大規模な美術品のコレクションを所蔵している。サンテマ教会は正式名をイタリ生産民一体寺院及び急病院という。 教会は1755から1783年に建設され、今も使われているが、病院部分は現在では、個人の手に渡り、建物の一部分だけが今も保存されている。教会は建設された当時と比べて3メートルも地下に沈んでいることでも知られる。ホセルイスクエバス美術館は、ソカロのすぐそばにある。建物は、元聖アグネスに捧げられた教会に付属する。 修道院で1600年に建てられたが1861年に修道会は解散した。ホセル・イスクエバスが自分及び同時代のラテンアメリカの美術作品のための美術館として建物を購入、修復した。アメリカ発の印刷所の建物は1524年にヘロニモデア・ギラールによって建てられ、 スペイン人による征服以前のテンプロマヨールの聖域の外壁にあたる場所にあった。ありがとうございます。